Amazon の販売は基本的にすごく、まあ、いいんですけど、まあ、ちょっと注意しなきゃいけないって点もあって FBA がですね、あのイメージ的に Amazon で発送してるんで安心なイメージなんですけど、結構破損事故が多いんで、それを気をつけてくださいっていうことです。その解説動画をお見せします。こんにちは、トリヒロです。今日はですね、使ってみて分かった FBA の問題点ですね、これ注意した方がいいところなんでお知らせしておきます。だいぶ FBA 使ってきましたけど、最近、かなりですね、フルフィルメントセンターを無理して運営してるんじゃないかと思われるような事故が多いです。紛失とか破損ですね。で、今回まだ結果は出てませんけど、ひょっとしたらこのパターンは保証をどこからも受けられないんじゃないかっていう破損事故にあったのでお知らせしておきます。まず、外貨カウンターですね、販売価格129,000円、高いのだと178,000円で売ってる、インスペクタープラスのエキスパートプラスってやつですね、これが破損しました。返金になっていてですね、お手元に取ったらこういうふうに破損したんですけど、まず第一にですね、ちょっと取引が疑わしい感じですね。注文者と、ここが違いますね。発送先が違うんですね。で、戻ってきたのが、保証書と、マニュアルがないです。これははっきり言ってですね、もともと壊れたものとすり替えられちゃった可能性があります。で、FBA の上がですね、例えば輸送事故とか、そういうのをですね、全部、FBA の出品者にかぶせていきます。本当に、ほったらかしですね。で、今回やり取りした内容も、どうして壊れたんでしょうってこれ質問をしたらですね、初期不良じゃないですか、メーカーに問い合わせてくださいっていう返事が来ました。まあね、あの欠品して出してるんで初期不良っていうのはありえないんですけど、これはもう FBA の運営としてこういう返品とかですね、破損は、輸送会社とか購入者とのやり取りをせずに、あくまで出品者側のリスクということで認識しているのか、面倒くさいだけなのか分かりませんけど、結論としてはもう全部、出品者に来ます。で、今回なんですけど、輸入で買うときにですね、買い物代行を入れちゃってるもんですから、カードペーパルで払ってカードになってます。クレジットカードで直接買った場合には、ゴールドカードとかそういうカードを使ってますので、ショッピングプロダクションが受けられるんですけど、間に1枚ペーパルをかましちゃってますので、ペーパル保証っていうのはもう物が届けば壊れてても保証はされないんで、これは微妙ですね。今からやり取りしてみるんですけど、そんなわけでですね、どうすればいいかってことはまた別な、ところでお知らせします。メルマガかクライアントさん向けでお知らせします。これはみんながみんな使うと対策取られちゃったりね、ちょっと衛生のことそのっていう部分が若干あるんで、ただいずれにしても言えるのは FBA はこの問題は結構これから多くなってくると思います。ですので利益率とかね、何を扱うっていう際には破損事故は通常の宅配で送ったりするのも数十倍は多いというのを覚悟して選んでください。よろしくお願いします。転売を送るようでした。結局ですね、これは無事保証を受けられました。ただ保証を受けるまでに、確か2月ぐらいにクレーム申請して、保証を受けたのが7月、いや年明けかな、結構半年ぐらいかかってますね。でそれまでの間に同じ、ご迷惑をおかけしてどうのこうの定型文が50何回同じのが届いてますね。3、4日おきになんかほとんどね、なんかバカにしてんのかってぐらいの感じなんですけど、そこでなんか怒ってヘルプセンターに電話しちゃったりすると削除食らっちゃうこともあるんで、まあ、気長に待つしかないんですけど、結局このケースは保証書とシリアルナンバーが入った保証書と CD ロムとかがなかったんで、まあそれなきゃメーカーにも言えないんで、それを回収して送ってくださいって言ったら、やっぱりおそらくすり替えだったのかなのか、音沙汰なしで
全然それは回収できなくて、で Amazon の方で保証してくれたって形ですね。で実はこれ以外にも破損事故は3つ4つあるんですけど、全部初めはそのまま帰ってきて終わりなんですね、物が。で問い合わせると、まあ、初期不良じゃないですかとか、いや届いた時壊れてたんじゃないですかって形で言うんですけど、まあ証拠を突きつけてやっと保証を受けられるって形なんで、でフルフィルメントセンターって、ま、入れた時に壊れたのか、センター内で壊れたのか、センターから飼い主に送った時に壊れたのか、飼い主がもともと壊れたのを持っててすり替えたのかって全く分かんないですね。壊れてましたって戻ってきて、あなたのものは壊れてましたって言ってお金が引かれるだけなんで、売り上げが引かれちゃうだけなんで、で商品を落として初めてそのものの状況が分かると。で1回ひどい例だったレゴですね、こうひどい状態で壊れたの戻ってきて、でもどう考えてもこんなレゴどうやって壊れたんだろうと思ったら、中見たら中古で eBay で買った eBay じゃないな、中古で海外の Amazon で買った伝票が入ってたんですね。で私新品買って送ってるんで、なんでこの中に伝票入ってんですかって言ったら保証受けられたのあったんですけど、要は すり替えまであるのか、まあ、たまたま間違えただけなのか分かんないですけど、かなり FBA の中っていうのはずさんな状態です。ですんでFBA 使うなってんじゃなくて、そもそも高い商品は向かないんで、安い商品で壊れないものとか、壊れるけど別に安いもんだから壊れてたらそのまま捨てちゃってまた次の送って問題ない商品とか、そういうのを送るようにすべきで、高額なものを FBA で送ると必ずこれは事故になって、でその回収って時間かかったりとか回収受けられなかったりすることありますんで、FBA を使うときには気をつけた方がいいですね。まあそうですね、 FBA ならではの、まあ、面白いっていうか悲惨な事故っていうか被害で、プレミアがついてる時にゲームを発送して売れた売れたで喜んでたら、値下がりした後に一気に返品戻ってきたっていうのがありましたね。これはもう明らかに転売屋にやられちゃったなって感じなんですけど、まあ転売を教えて転売やってるのもなんですけど、出たてで高い時に FBA から発送しちゃって、値段が落っこっちゃった時に安く仕入れたものを返品してるっていう形だと、はっきり言って全くリスクなくできちゃうんで、ジャンルによってはそれやられちゃう危険もありますね。